早いものですね。2023年、令和5年も残り1ヶ月と少しです。今年もさまざまな出来事がありました。なんやかんやで、1年も終わりだね。そうね、早かったわね。31年も、なんか人生も長かったようで、短かったようで、時間はほんと大切にしないといけないわね。そうだね、今年のくり1ヶ月ちょっとも大切にしないとね。そうね。皆さんは今年1年どんな年でしたか？時間を大切に、今年2023年をいい年に締めくくってください。